日上がる株、明日3月24日木曜日に期待できる銘柄についてお話しさせていただきます。本日引き後にピックアップしたのはこの銘柄です。トヨタ自動車リボミック。まずトヨタ自動車ですけれども、本日引き後に1000億円を上限にした自社株買いを発表しております。全体の発行済み株式数の割合からすると 0.58% ですが、非常に金額としては大きなお話です。本日の株価は2137円、出来高は3300万株、それに対して信用買いが、2000万株残っている状態です。空売りはそれほどありませんが、この信用買いに関しては結構大きく見えますが、1日の出来高からと比べるとそう大きな数ではない状況です。1年間の値動きですけれども、3月8日ここですね、1805円の最安値をつけている。で、年初来高値は1月18日に2475円をつけている。ここですね、ここで年初来高値をつけてこう落ちてきて、そこを打って上げてゴールデンクロスを迎えたところです。今回のIR については、割合的にはそう大きくはないんですけれども、上げてきたところでは好材料ですので、まあ、ここよりさらなる上値を目指してくれることが期待できるかと思います。次に4591リボミックです。これはですね、開発している試薬の臨床試験に関する報告が、本日なされたんですけれども、本日の株価は158円です。出来高は60万株。信用買いではその5倍あって、300万株ある状態です。年初来安値は1403円。実際ですね、3月15日って、まあ、ここなんですけれども、ほとんどもう平坦な状態ですね。去年の12月に、944円の年初来高値をつけている。それがここですね。ここからスカーッと落ちて、もうベターっていう感じで、ずっと底根県にいるような状態です。今回の IR はですね、内容的には非常に微妙な内容です。先行薬ほどの効果はないということ、業績に影響はないということが書かれているので、ただ、底根県のバイオ株ですので、こういった IR ですぐ上がっていくっていう傾向が強いですから、まあ、今ここの底根県にいることを考えると、今回の IR はプラスに働いてくれるのではないかということは期待できるかと思います。以上、明日期待できる銘柄についてお話しさせていただきました。今後もこういった株式ニュース、注目株のライブ配信、チャートから判断する投資テクニックなどを随時アップさせていただきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。